こんにちは、ブルーホースです。今日も人生相談をやっていきながらバイオハザードをプレイしてまいります。ちょっとグロ注意なんでね、苦手な方はここ一瞬、まあ、5秒10秒くらい目をつぶってた方がいいかもしれません。ムービーシーンなんでその間に質問読みますね。今回は、自分の頭に浮かんだ言葉がうまく言語化できなくて、よく自分の意見が言えないっていうことがあります。このようにしたらどうでしょうかっていうことなんですけど、その結構こういうタイプの人って、まあ、僕の予想なんですけど、多分いろんなことを言おうかなっていうので、まあ、あれこれ頭の中でシミュレーションは結構していると思うんですよ。でもそれでもなかなかうまく言えないっていうことは、あ、いた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 、いつもなんかここで引っかかっちゃうな。どこ行こうというのかね、っていうのが、まあ、僕も結構あって、頭の中であんなこと喋ろうかな、こんなこと喋ろうかなっていうのを、まあ、結構思ったりするんですけど、まあ、なかなかねうまく喋れないっていうことがあるんですよね。でそういう場合なんかっていうのは、まず僕がやったことで言うと、うまく言葉にすることが、まあ、できないし、頭の中で考えても実際に人と喋ったりするとなんかぐちゃぐちゃになって思考の整理がつかないんで、まずは紙に書き出すっていうのをやったんですよ。で最初の慣れないうちに関しては、そのなんか書くこと、あの言おうと思ってることだけをなんかチラチラってまとめるみたいな、そういう中途半端なことをせずに、もう原稿のように、なんかニュースの原稿のように1から10まで何を喋るかとか、どんなことを返されたらこんなことを喋ろうみたいなものをもう全部カンペみたいにくる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 って作ったんですよ、うん、だから例えばそうだな、営業の商談をする、まあ僕は営業職ずっとやってるんで営業の仕事をしますっていう時に、例えばなんですけど、A パターン、B パターン、C パターンみたいな感じで、そのそれぞれこの商品を提案するときにはこの話をする、この商品を提案するときにはこの話をするとかいうふうに、まあ、あらかじめもういろいろと決めておくんですね。で、決めておいた上で、で、お客さんとこういう話をするっていう、まあ、なんて言うんだろう、雑談、アイスブレイクの話始め、いろいろとこういう話をする、こういう話をする。をパターン A パターン、 B パターン、 C パターンの中にもなんか A ルート、 C ルートみたいな感じで作っていて、それでいろいろとあのこの話をしたら次こっちに分岐して、でこの話をしたらこっちに行って、でこの話ができなかった時はこっちに行ってみたいなのをものすごく細かくこうなんか書いてるんですね。枝分かれさせていくと、でなんかじゃ あそれってロジックツリーですねみたいなあのことを言う人もたまにいるんですけど、そんなあのなんか大層なものなんかじゃなくって、もうシンプルにあのこの話をする、この話をするっていうのをもう自信がないから、まあらかじめもう原稿に頼っちゃうっていう感じなんですよね、うん、っていうのを僕はやったりしました、はい、だからあらかじめ何が相手から話されることがあるのかっていうのを想定するっていうこと で、反対に、自分からはどういう話をするのかっていうのをもうあのパターン化して作っといてしまうっていうこと、まあ、これが重要になってくるんじゃないかなと思いますね。だからこのあたりの準備が、できていた方が、まあ、相手が多少自分の想定と違う話をしてきたとしてもうまく話すことができるんじゃないかなと思いますね。だから言語化できないっていうのは多分そのなんだろうな、プレゼンしますとかなんかスピーチしますっていう風に自分が一方的に話すっていう場面で起こらないと思うんですよ、うん、だってそれって結局自分次第なんで、言語化できないっていうことはまあ一つ言ってしまえばあの準備不足から起こることですから、じゃなくって多分こういう悩みを持っている人っていうのはおそらく僕の予想ですけど、あの自分で、あらかじめこういうことを喋ろう、あ、じゃあ相手とどんなことを喋ろうかなっていうのを想定したけど、なんかうまく相手の話に合わせることができなくて、まあ、自分の意見が言えないまま終わっちゃうっていうパターンになってると思うんで、まあ、あらかじめ紙に書き出しておくっていうのは非常にいいと思うんですよ。で、紙に書き出して自分の思考を整理する癖っていうのがついたら、あの非常にね、あの喋りも、その上手になる必要はなくて、で上手になることもないんですけど、紙に書き出す程度だったら、でも何を喋って相手に自分の真意を伝えたいかっていうことが、まあだん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 伝わるようにはなってくると思いますんで、まずは紙に書き出すっていうのをあのぜひやってもらえるといいかなというふうに思いますね。You disgusting outsider! Is that all? で、
あともう一つは、じゃあ どういうふうにまとめていったらいいのっていう話に、まあ、もう一つ転換していくんですけど、あの一つは、なんだろうな、まず自分が喋るっていう事実に基づく話を書き出してみると。で、事実に全部、例えば営業だったら、こういう商品がありますよみたいな、その事実を書く、まあ、提供するものを、書いてある。で、その上で、なんでそれがあのお客さんに役に立つのかっていう自分なりの考えを書くっていうようなことですね。で、要は、自分なりの考察の部分を書くと、自分なりの考えの部分を書くと、で、その自分なりの考えが当たった際にはこうなりますよっていう予測を書く。で、逆に外れた場合をの予測を書くっていうことなので、順番でいくと、まず事実を伝える。で、その上で、なぜその事実があるのかっていう自分なりの考えを、話す。で、それを実行したらどうなるかという予測を書くっていう、まあ、このパターンで、まあ、ロジックを作っていったら、まあ、話すときに、スタートから終わりまでの、イメージが、まあ、話し合いに浮かぶことになると思うんで、まあ、そうそう、なんていうだろうな、なんかずれたことを話すっていうことは、まあ、まずないんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、あとはそうだな、まあ、喋りがまあ苦手な人とか、自分の意見を言うのが苦手な人、まあうまく喋れないっていう人は、もう一つは、なんだろうな、伝える手段を考えるっていうことですかね。変にその言葉で伝えようとしてうまくいかないっていうことであれば、例えばその文字に起こすのが得意であれば、今言ったようにあの文字で書いてみるっていうことも一つ手だと思いますし、あとはその、図にしてやるっていうのも一つ手だと思いますし、うん、だから自分がこれだったら伝えられるかっていう手段を考えるっていうことが大事だと思いますね。やっちゃいけないのは、自分が苦手な分野にあえて挑むことによって、うまくそれがいかなくって事故を起こす、これがやっぱ一番やっちゃいけないことだと思うんで、あえて自分が苦手な分野で戦うっていうことをしなくていいと思います。あくまでやっぱり自分がね、戦える土俵というか、自分が得意で、で、かつ相手にとっても、まあ、心地いいコミュニケーションが取れるっていうものを選択していけば、それはそれで十分ですし、うん。まあ、ただね、中には相手が、こうやってみたいなので、なんだろうな、指定をしてくる場合があれば、それはもうそれで、もう訓練を積むしかないので、そこは仕方ないと思うんですけど、そうじゃない場合は、自分がこうやりたいっていうことで、ね、それで、あ、いててて、それでね、やっていけばいいんじゃないかなって。一番大事なのは、無理をしないっていうことです。うん。無理をして、自分らしさを見失って、しんどい思いをするくらいだったら、もうそう、自分が戦えると思って、やると。コミュニケーションで戦うもクソもないかもしれないですけどね。戦うもクソもないかもしれないんですけど、まあ、まずは、無理をしないで自分のペースと自分に合ったやり方でコミュニケーションを取るっていうことを考えてみたらいいと思います。で、それで時々その合わないというか、なんかね、敬遠する人たちもいると思うんですけど、まあ、そのね、自分が苦手なコミュニケーションを取って相手に気を使って自分が苦しくなるくらいだったら、そういうコミュニケーションの取り方でしかあなたに関わることができないパターンの人からは、むしろ自分から離れていった方がいいかもしれないですね。それが例えばなんか利益をもたらしてくれる仕事の関係上の人とかであったとしても、あなたの人生にとってやっぱり必要ないというか、ただただ最終的にプラスかマイナスかで言ったら、お金の面だけじゃなくてプラスかマイナスかで言った時にしんどい思いをさせられるような相手だったら、やっぱりそこは離れた方がいいと思います。だって臭いことを言うわけじゃないですけど、幸せになるために生まれてきたんですから、コミュニケーションがしんどくて、辛いなとか、苦しいなとか、幸せじゃないなって思うような、コミュニケーションしか取れないような相手だったら、そもそもね、関わる必要はないと思いますからね。我々には、一人一人は選ぶ権利がありますから。というところですかね。はい。ごめんなさい、コーヒー飲んでました。だからまあ、元の質問に戻っていくと、まずは言語化が難しいのであれば、紙に書き出して思考の整理しましょうっていうところです。で、思考の整理に関しては事実、自分の考え、予測っていう、まあ、この3つの段階を追って準備するのがいいのではないでしょうかというところですね。はい、ということで、続いての質問に行きましょう。
続いての質問。はい、面白いな。DJ ブルーホースさん、こんばんは。付き合って1年8ヶ月、同棲を始めて2ヶ月の彼氏と別れたいと思うようになったのですが、年齢的に今別れるのはいかがなものかと悩んでいます。この先新しい出会いがあるかどうか分からず不安があります。また同棲を始めたばかりなので、金銭的にも物件の契約的にも分かりづらいところがあります。まあ2ヶ月でね、部屋出ていくっていうのはなかなか難しいですからね。うん。で、彼に対して不満に思うところに目をつむり、諦めて結婚に向かった方がいいのか、思い切って一人に戻る方がいいのか、DJ ブルホースさんから厳しくも温かいアドバイスをお願いします。匿名希望さん、27歳、テーマパーククルーということですね。27歳で彼氏ってことは、これ女性の方ですね。結論言うと別れていいと思いますよ。まあ、こんな軽く言ってるんですけど、割と真剣に言ってます。Stupid man thing! You won't live long! まず、結婚ってなると、長期的な付き合いになるわけですよね。もし無事に別れずにずっと結婚生活が続くっていうことが、考えられるのであれば、もう本当に何十年、27歳、まあ、仮に来年結婚されたとして28歳ですよね。そしたらもう70年、80年っていうお付き合いになってくるわけなんですよ。で、まあ、一つ、これはまあデータ的なお話をすると、同棲するカップルと、その、同棲してから結婚したっていうカップルと、それから同棲をせずに、初めから結婚に至ったカップルとで、まあ、どっちの方が、その、仲睦まじく過ごすことができるかっていうデータがあって、一つはですね、残念ながら、同棲するカップルの方が、別れる率は高いんです。はい。で、もっと面白いのが、まあ、面白いって言っちゃダメか、ギュッと、分かりやすいのが、結婚から初めて一緒に暮らし始めた場合に関しては、1年以内に別れるカップル数でいうと、結婚で初めて一緒に暮らすカップルの方が多いんですよ。一方で、同棲をしてから結婚に至ったカップルっていうのは、5年以上を付き合って、5年以上の結婚生活をした場合での離婚率っていうのが、その結婚で初めて一緒に暮らし始めたカップルに比べると高いっていうことなので、結婚ってやっぱり長いお付き合いになると思うんですよね。で、長いお付き合いをしていく中で、まあ、5年以上することはもう、容易にすることができると思うんですけど、っていうことから考えると、まずそもそも、もう取り返しのつかないことを言っちゃうと、同棲をしたこと自体が、まず、結婚として想定しているにあたっては、まあ、非常に間違いだったんじゃないかなと思いますね。別れる確率が高くなっているっていうところなんで、はい。まあ、付き合って1年8ヶ月ってことは、1年半付き合って、同棲に至った、まあ、多分年齢的なところもね、あるからだとは思うんですけど、うん、っていうところですね。めっちゃドミドレス探してる、はい、暴れた。 The entire bloodline of Postdomitresk is done in by the likes of you。 で、ごめんなさい、質問にの答えの続きいきますね。これだったかな。あ、近い近い、ちょっと離れましょう。で、ちょっと待ってくださいね。で、金銭的にも物件的にもっていうところなんですけど、まあ、物件はね、どうしても契約上の話になるんで、まあ、そこはちょっと、いかんともしがたいというところなんですけど、まあ、借り主がどっちかですよね。契約的にもっていう話を持ち出しているってことは、もしかしたら、このテーマパーククルーさんが、なんだろうな、借り主になっちゃうかもしれない。そうなると、まあ、1年契約とか2年契約っていうのがあるかもしれないので、まあ、そこはちょっと、2年間は、彼氏を追い出すのか、自分がとどまるのかっていうところですけど、しばらくは、住み続けなくちゃいけないのかなっていうところですね。まあ、それはもう契約的に仕方ない話です。違約金を取られるくらいだったら、おとなしく済んだ方がいいというところなんで。で、一方で、その金銭的にもっていう話なんですけど、もうここはね、もう今時はもう稼ぐ手段ってもうたくさんありますから、まあ、テンパーククルーっていうことは、おそらく派遣なのか、アルバイトなのかですね。まあ、正社員で働いてるから、そういうところもあって、威力だけだけどか。うん。One moment, please. で、まあまあまあ、それは、Good day then. ちょっと待ってくださいね。で、
まあ、稼ぐ手段はまあいくらでもありますんで、まあ、お金のことは心配をしなくてもいいんじゃないかなとは思います。はい。で、それよりも、なんだろうな、27歳っていう年齢が、まあまあ、タイミング的には、いい時なんじゃない。結婚するというか、モテ期としては、すごくいいタイミングなんですよ。これちょっと別の回でも話をしたんですが、女性と男性の、まあ、それぞれの、モテる年齢っていうのがあって、女性に関しては、ピークが25歳から30歳の間なんですよ。で、これ27歳、ど真ん中じゃないですか。なんかモテる時期なんですよ。なんでかっていうと、ある程度社会人としての経験も積んでるし、それから、やっぱり女性としての魅力が出始めるっていうのは、まあ、25を過ぎたあたりからになってくるんですね。経験も積んだ女性で、かつ、まあ、肉体的にも、身体的、精神的にも、ちょうど魅力のある時期に当たるのが25から30歳の男性からになってくるんですよ。ということを考えると、27、まだまだ出会いを作ることができるんですよ。はい。っていうところなんですよ。で、逆に、男の場合は30から35くらいがピークで、まあ、25くらいからちょっとずつその男性としての魅力っていうのは上がってくるんですけども、まあ、言うたら25から30ってまだまだ会社でも役職に就かない時期だったりとか、やっぱりプレイングとして働いているところなので、まあ、経済的社会的価値っていうのは残念ながら女から見るとまあまあ男から見るんですけど少ない、足りないで、まあ、そういう意味では男はどうでしょう、まあ、男性の方がね、彼氏がおいくつなのかっていうのがちょっとわからないので、まあ、同年齢くらいだったとしたら、まあ、まだ結婚というか、まあ、男性的に魅力が発揮されるのはこれから先になるところですかね。ただ、この質問者さん自身の話をすると、うん、27歳という年齢はちょうどね、女性としても魅力ムンムン、お色気ムンムンの最高の時期になるので、ここはもう女性としての時期をふんだんに使ってもらうことはあるんじゃないかなというふうには思いますね。はい、というところですかね。だから出会いをまだまだ作ることも可能だと思いますから、そういう意味ではまあ不満を持ってるんだったら全然別れてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、まあ長い付き合いを求めるのであれば、さっき言ったように同棲って同棲したカップルがどうなったかっていう追いかけた研究とかっていうのもあるみたいなんですけど、いい結論になったっていうのがないんですよ。で、変な話っていうか、まあ、ちょっとプライバシーに関わるんであんまりこれ言っちゃいけないよろしくないだろうなっていうのがあるんですけど、僕の知り合いでもね、同棲を半年くらいからして結婚したカップルがいるんですよ。まあ、県大会で離婚調停中に聞いたことがありますからね。はい。で、あともう一つは、お付き合いの期間が男性なんですが、僕と同い年で、僕よりも、2年か3年若く結婚された方なんですけど、その人はね、娘さんが1人いるんですけど、結婚をしてから、1年くらい付き合ってる中で3、4ヶ月同棲をしたんでしたかね。3、4ヶ月同棲をして娘さんまで生まれたんですが、奥さんがなんかものすごい DV 基地っていうの感じの人だったらしくて、もうそれに耐えきれなくなって、わずか結婚生活1年半とかだったかな、で別れたっていう話は聞きましたね。だから同棲から、まあ、あまりよろしくないよっていうのが、まあ、研究結果とかでも出てるんでね、まあ、そのあたりはちょっと同棲という選択をしたのが、まあ、ちょっと、まあ、あえて厳しくもっていうことが書いてあるんで、お伝えすると、ちょっとミスだったなっていう印象です。はい。ということで、ボスも楽しました。あ、追記があった。失礼しました。ちょっと逃しましたね。彼が飼っている猫の、私は仕事を可愛がっているので、そのために同棲していくっても過言ではない。別れた時にその子と会えなくなるのも非常に辛く別れづらい。なるほど。
それは辛い、わかる、気持ちわかる。うちも実家で猫を飼ってるんですけど、やっぱり家を出ていくときに、まあ、当時犬も猫も両方いたんですけど、その子たちと別れるのはちょっと辛かった。で帰ったらめちゃめちゃ めでた。たまらない、すぐに抱きかかえてお腹の上に乗せて、で逃げられるっていうのを繰り返す毎日っていう感じだったんですけど、まあでもね、やっぱり猫を可愛がるっていうか、猫と一緒に暮らすっていうこともまあすごく大事なことではあるんですけど、でもやっぱりね、パーククルーさんの人生ですから、それを考えるとどうだろうな、まあ最初に結論を言った通り、別れていいと思いますよ。27歳という年齢のことを考えると、まあ、まだまだ出会いを作るチャンスもあると思いますし、まあ、ピークが25歳から30歳っていうふうにお伝えはしたんですけど、必ずしもその年齢でお付き合いがなかったりとか、それからまあ結婚生活を、結婚までたどり着けなかったらそれで終わりかっていうと、別にそういうわけじゃなくって、女性としての、まあ、これね、あんまり好きな考え方じゃないんですけど、経済学的価値でいくと、その女性のピークは25から30歳で、で、かつ、どこまでがその女性として男性に、魅力、男性にとって魅力ある女性として見てもらえるかっていうのを見ていくと、じゃあ35歳までがセーフなんですよ。35を超えるときついってなったら、最悪35まではなんとかなるってことを考えると、あと8年間リミットがあるんですよね。そしたら8年間っていうリミットの中で、結婚に至るまでに1年から2年お付き合いをするってなったら、ギリギリ6年先まではなんとかなるんですよ。ということを、6年、そうですね、33歳から34歳くらいまでは、そのいろんな男性とお付き合いをして、この人だなっていうのを決めるチャンスはあると思ってもらっていいですか。で、かつ、まあ、今まで何人の方とお付き合いをしてきたかなんですけれども、まあ、この人が最適なの、結婚相手にふさわしいだろうなっていうのが見つかる統計データ的には6人目、まあ、6人目って出てるんですけど、まあ、6人目以降っていうところですね。それ以上で、まあ、かつ10人以上になってきてしまうと、もしかしたら8人目のあの人でよかったんじゃないだろうかって、9人目のあの人でよかったんじゃないだろうかっていう、ちょっと一末の後悔を覚えることにもなっていますので、そうならないように、まあ、6人目から、まあ、7、8人目くらいのところの男性で、まあ、結婚をされるっていうのがいいかなっていうふうに思います。僕自身は26で婚約、結婚して27で結婚式を挙げて28で子供が生まれましたけど、男性の価値的には、まあ、ちょっと早かったんですけどね、うん、ただ奥さんが1歳下の子で、奥さんはもう本当にピークの時に僕を捕獲したっていう感じですね。はい、僕はもう捕まえられました。まあ捕まってよかったと思ってるんですけどね。嫁さんも子供も大好きですから。はい。すみません、ちょっと下向きながら走ってましたね。子供がね、4ヶ月を過ぎてね、めちゃめちゃ声出してますね。まあ子供のことを考えると、やっぱりその男性ってある程度の年齢に行っても、まあ、大丈夫というか、そのね、やっぱり苦しいというか、ね、子育てじゃない、子供を育てるの、子供を産むのはやっぱり女性になりますから、その年齢的な、ね、出産の年齢的なことも考えると、まあ、30歳前半までがリミットになってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その観点で考えるとですよね。ただ子供はいらないけど、まあ、結婚生活は始めたいっていう場合なんかで言ったら、まあ、35歳まで、まあ、33、4くらいで付き合い始めて、まあ、30歳までに結婚にたどり着ければ OK なんじゃないかっていうことですね。というところでいかがでしょうかね。まあ、だから今度、もしその今の彼氏さんとお別れをしてですね、今度また新しい方とお付き合いするようになった時には、もう同棲はせずにね、それぞれの生活を、まあ、実家なのか、一人暮らしなのかっていうのを過ごした上で、最終的に、
結婚の時に一緒に暮らし始めましょうっていう風にするのでいいんじゃないかなというところです。There you are. I had a feeling you would pop up here. ちょっと時間も長くなってきたんですけども。It was all worthless. Is that so? 今回も、I assume you've picked up something of value. 自分の意見を言うためにどうしたらいいかという話と、まあ、それから今付き合っている彼氏と、別れるのはどうか。You have your daughter right in your own hands.What are you saying? はい。まあ、一つは、まあ、メモを取って、しっかりと、言葉を文字に起こすっていうことの重要性っていうのをお伝えをしました。はい。それからもう一つは、別れた方がいいのかどうかっていう話でいくと、別れた方がいいよ。まあ、別れていいんじゃないかっていうお話ですね。はい。っていうところをさせていただきました。うん。まあでもいいですよね。27歳とか8歳とかね。すごいいいと思いますよね。まあ確かになんか、この僕もその今その29歳になりました。やっぱりなんか25から30くらいの女性がやっぱ魅力的に思うような年齢になってきましたけど、同世代だからっていうのもあるかもしれないですね。例えばその広瀬すずとか橋本環奈みたいに21歳の子ってまだちょっとやっぱ若いなっていうか青いなっていうふうに思いますし、逆にまあ年齢で言ったらすごく若い広瀬すずとか楽器とか、まあ楽器結構好きですよね。なんかちょっと大人の女性すぎて、なんかちょっと魅力が薄れるっていうところですよね。まあ25、6歳って言ったら、そんな翼がね、そのあたりとかは、まあ、すごく魅力のある年齢ですし、まあ、見た目も見た目ですからね。はい。っていうところかな、とは思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。もう人生相談のね、ネタ、相談のお悩みに関してはいつでも募集をしておりますので、いつでもご紹介を、コメント、それから DM ですね、流してもらえたら嬉しいです。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。